中学生およそ70人が所属する総員ボーイズは、2021年にチーム創設30周年を迎え、今日は新型コロナの影響で延期となっていた記念式典が行われました。会場にはチームの関係者や OB、現役選手などおよそ280人が集い、チームの歩みを映像で振り返るなどして感謝を伝え合いました。また、選手たちが今年3月に出場する全国大会での健闘を誓うと、関係者らは大きな拍手で激励しました。